終わりの美学は、三島幸夫の評論、随筆。初行の旧金遣いでは、を、りの美学となる。不道徳教育講座と同系列に属する随筆で、若い女性向けに様々な日常の終わりの考察を、吉、逆説、笑いにあふれた趣向きで綴りながら、鋭い社会表や人生観、終末観を展開している。青年時代から、 生涯かけての作家人生において終わりを書き続けた三島が自身の心境を随所に覗かせているエッセイである。1966年週刊誌女性自身2月14日号から8月1日号までを針の美学講座として連載された。単行本は1970年10月15日に文芸春秋より観光の行動学入門に収録された。 結婚の針、電話の針、流行の針、童貞の針、ol の針、尊敬の針、学校の針、美貌の針、手紙の針、芝居の針、旅行の針、喧嘩の針、個性の針、性機能針、礼儀の針、見合いの針、宝石の針、仕事の針、梅雨の針、英雄の針、嫉妬の針、動物の針。 世界のお針の23項目に分かれ、様々な物事の終わりを考察しつつ、三島の人生観や美意識が述べられている。三島は、お、針の美学について、若い女性読者を対象に読みやすさ、分かりやすさを主眼にして書き、半分ふざけているために、ふざけたことがキラヒナ人を怒らせるかもしれないとしながら、以下のように語っている。真面目で、良心的なのもしそうだが、 不真面目で良心的という思想もあれば、また一番たちの悪いのに真面目で非良心的という思想もある。私はこの第三の思想にだけは陥りたくないと日頃自戒しているものである。この本は私の著者の中でも軽く書かれたものに属する。はいはゆるえ評論ではない。しかしこういう軽い形で自分の考えを語って人は 案外本音に達していることが多いものだ。注意深い読者は、これらの中に、私自身の体験や、吐息や、胸中の悶々の情や、告白や予言を聞いてくれるであろう。いつかまた時を経て、あいつはあんな形で、こういうことを言いたかつったんだなという、暗要さとつてくれるかもしれない。三島幸夫、後書き、お、針の美学は、日常的に女性が、 関心のある話題を題材にして、その、を、晴れをユーモラスに軽い文体で綴ったもので、若い女性向けの人生や、恋愛の手引書的な趣気のあるエッセイであるが、その中には、三島の本音が垣間見られ、随所に死に方についても語られており、男の美学も盛り込まれている、人生論となっている。小木久保康行は、三島一流の皮肉、傾向を適当に遠いに包んだ教官に、 現代社会への怒りが紛失しているのが、満天下の青年男女よ、ついたちも早く動物を卒業して、日本文化の本質に帰りたまえと三島が言うところに、見られるとし、さらに、笑いやくすぐりを振りまきながらいかに生きるべきかを語っているように見えて、実はいかに死ぬべきかを語っていると解説している。中野優子は、三島が芝居のお針の中で、 人生のお針と芝居のお針を比較しながら芝居の成功の後の幕が降りた舞台に立つ劇作家としての自身の考えを何か人生の大きなガランとした虚無とつながっていると語るくだりは三島が想像した芸術作品と実生活の虚無との関係が暗示されているとし童貞のお針の中で成功の後にメスに食い殺されるカマキリのオスの宿命や 特攻隊が死の前夜に女を知る例えから男にとつては名前ぶつかつて行くのは死へぶつかつて行くのと同じことだと語る論理は三島が影響を受けたバタイユ的エロティシズムの形であると解説している。ありがとうございます。